とその名古屋のその高須クリニックを大津県の変化最後あの美容医師美容医師でまあそのうちの同級生の上田直美もうその神戸三宮で美容外科やっとったけどな、やっぱりその自分の顔いじりすぎてがん入院しとって見舞いって寝居連れて見舞いに行ってもっとやっちゃったかもしれない。大丈夫かな3人で寝居って言うてた3人でなんで、まあ、詳しいことあるけど高須先生もなやっぱりなんやな整形したがんになるやつなんで、まあ整形外科ご本人ががんになってないからまだなそこにその情状酌量の余地はあるやろけど法律用やけど法律今チャーゲットここの分あのうちに訴訟されるんちゃう、がんの危険性があるって言わなかった手術されるときに、あ高須大変やで上田も大変やで、その前に何の訴訟大村に対して大村のその顔が金庫やんの高須はあれいじりたいな、どうせ、プロの意識で。やれ、やれ。なあ、こんな宣伝ばっかりやめろ。大村の顔が整形したくなるような顔やからって。で、自分は、なんか、そういう構造というか、プチ整形して、なんかさ、もうなんか、立派な、なんか、起きた館長みたいな、立派な顔に見えるようにプチ整形して。まあ、それは天皇家御用達やけど、それは高橋。天皇家もいざというとき、見せなあかんとき顔を。高須呼んでプチ整形してからやんか。長くもファンで死ぬけど、脅されへん。そこまでして何を守りたいの？何を守ってるの？そこまでして。うちの世界で。本来、うちを守らなあかんのに全員。なぜならうちがみんなに侵略されたから。目覚めた人は、みんなからうちを守らなあかん。目覚めよう。そのことやで。な？そやね。何を守りたいのうちの世界で皆さんは。今、天皇家康で何を守ってるんですか、嘘を守ってるの、それとも嘘をつきたい心を守ってるの、その、あるいはその嘘をつきたい心の原因を守ってるの、それどんな原因に興味あるわ。自分の思考がおかしいって気がつかない？